それが完璧な立証とは言えない見えますか、この三木さんの冷めた顔。三木さん、この人は自分から認めたりはしないと思う。自分のことが一番大切なんだもの。呆れ返った目をしてませんか、三雲ちゃん。涙を流して。譲れないものとか、失いたくないものとか、そういうものがない人なんだよ。だから、かわいそうな人だと。そのようだな。ならば、証明するしかありまい。自分が犯した罪の重さを彼自身に認めさせるために。もっと突き詰めていくってことを。カーネージー、証言を一つお願いしよう。まあ、この場にいる人はもう完全に、ああ、なるほど、こいつがやったんだなって思っているけど、もっと突き詰めていこうと。これが最後の戦いだ。あ。当日、午前3時33分。衛星中立劇場ロビー。カーネージー、証言を一つお願いしよう。これ以上、証言するようなものがあるとでも？マニーを殺した確かな証拠を証明するには、ふっ、事件前の行動をお聞きしたい。だからさ、実際さ、マニーさんを殺した瞬間とかそういうのに関しては、あんま詳しく聞けてないもんね。やっぱそこは聞いとかないと。この衛星中立劇場で貴様は何をしていた？いいだろう、教えてやろうではないか。くっくっく、殿様マンションを見ていたくらいのものだから、またここで殿様が関わってくるというのか。ふ、それで十分だ。話していただこう。ねえ、三鶴木さんも殿様マニアとしてはね、そこはね、矛盾に気づきやすいからな。この男を捕まえるには現場を抑えるしかない。殺人現場という捜査の要よ。行きましょう。殿様ショーについて。ショーは最高列で見たが、舞台は明るく、客席は暗いのでな。私が客席にいたと観客に証明してもらうのは難しいな。なるほどね。そこで予防線を張ったわけですね。だが、ショーの内容は覚えている。それが証明になるだろう。あ、言ってみなさいよ。あの感動、この目に焼き付いている。決して忘れることはない。あ、ちょっとその、ちょっとね、その感動、目に焼き付いたその瞬間をね、ちょっと証言してもらおうか。貴様は殿様のショーを劇場で見ていた。本当だろうな。もちろんだと思う。殿様には奥深いものがある。すごかっただろう。俺の活躍はさ、貴様ではない。すごいのは殿様なんだ。ちょっと、コメディカルな動きだったんでしょ普段の殿様と違って。今日の殿様は必殺技がすごかったですよね。お、おい、三剣、誰だよ、この可愛い子は。あ、初対面か。さっきからずっといただろう。一条三雲くんだ。私と共に捜査をしている。この時になんですけど、よろしくお願いします。またちょっとね、あれだね、やはりから反感を買ってしまう。なんでか、こんなに可愛い子がいつも、お前たちのそばにいるんだよ。あ、よろしく三雲ちゃん。俺やはりマサ知ってんだけど。ギャラリーは黙ってなさい。今はそれどころではないわ。ケンジさんよ、これが最後の戦いだぜ。そうだね。おちゃらけてる場合ではない。これが最後になるだろう。あの男のな。はっはっは、いい答えじゃねえか。俺もケンジを、いや、あんたを信じてみてもいいかもしれねえな。お、ちょっとこれは嬉しい一言聞いたんじゃないですか。お、この大事な局面。三剣ケンジに任せるぜ。ああ、任せたまえ。ここに来て信頼関係が構築されたということですね。これが本当に最後の戦いだ。カーネージの嘘を暴く。ちょっとね、友になれたかもしれない。友情をね、感じた今。ショーは最高列で見たが、舞台は明るく、客席は暗いのでな。まあちょっと、揺さぶっていきましょうか。ショーの最高列、大使であれば、特別席に座りそうなものだがな。私は部下たちにも、殿様を楽しんでもらいたくてね。いい席は全部譲ったのだよ。私はショーが見れれば満足でね。あなたはお年結構いってますよね。大丈夫ですか？見えました？老眼。ちょっとあんた、姫様を忘れるんじゃないよ。もう本当にご老体に向かってさ、そんな先端恐怖症の人がいたらそれもう本当に発狂してるからな。ご婦人、あまり激しい動きをするとまた腰を痛めると。ま、優しいとこあるじゃないのさ。でもおばちゃんはみっちゃんの味方だからね。優しくしたって無駄だよ。すごい、
全くどうしてないですよ。それほど厄介な相手ということだ。ところで観客にいたことを証明することはできるのだろうか。まあそこはね、証明できないと難しいなと。まあここなんですよね、多分気になるところは。まあまあちょっとここもね、余裕を、こっちも余裕を持っていくために。ならば貴様が客席にいた証拠がないということではないか。黙れ、小林のようにわめくな。最後まで聞く気がないのなら今すぐにここから立ち去ってもいいのだぞ。あ、やっぱりあんまりちょっと揺さぶりすぎると怒るな。くふん、聞く気になったようだな。観客には私がいたことは証明できんかもしれんが、だからショーの内容は覚えている。それが証明になるだろう。まあなりますね、それはね。まあなるかもしれない。内容ならば私の方が完璧に覚えているだろうが、まあ聞くとしよう。そんなことはどうでもいい。なんだと、ずるげえし、余計なところで張り合うのやめなさい。トモ様のことはね、負けられないんだよ、姉ちゃん。そういうつもりではなかったのだから。まあ、トモ様のことなら俺が一番知ってると思うけどな。まあ、トモ様だからな、なんだって、お前。今日のクライマックスなんて最高だっただろ。ああ、よくできていたな。わざわざ呼んだ甲斐があったと思う。トモ様、サミダレ好きで、悪大感をめったたしい。あれ、大根切りじゃなかったっけ。あの感動、この目に焼き付いている。あ、そんなんだっけか。て、忘れちまったよ。忘れ、ダメだろ。お前覚えてるって言わなかったか、今。自分の役の技くらい覚えておけ。それは殿様のスピアの必殺技のことだ。もうサミダレ好きは確かによく聞く技ではあるが。そうとも。え、でもサミダレ好きってさ、あ、ちょっと待ってください。ちょっとボロが出たんじゃないですか。サミダレ好きって、あ、そう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 。そうだ。やはりがへこませたことで。必殺技のサミダレ突きが使えなくなった。そうか、ここで、うわ、やはりがここに来て事件を動かしたな、これじゃ。そうとも、今日が初公開の新技なのだろう。殿様の書を見ていなければ答えられないはずだよ。え、なんでこいつがこれを知ってるんだ。確かにそうだ、詳しく聞かせていただこう。殿様のサミダレ突きは今日が初公開の新技なんだけど、ちょっと待って、サミダレ好きはね、ちょっとヤハリさんがね、おっちょこちょいでね、テンション上がりすぎた。まあね、もう、あれなんです、もう精神的に、あの、中学生で止まってるので、ヤハリさんは。サミダレ好きをね、ちょっとテンション上がってやっちゃったら、へこましちゃったわけですよ、壁に当てて。なのになぜあなたがサミダレ好きを知っているんでしょうか。これはあなた、ショーを見てませんでしたね。完全に。殿様はサミダレ好き、間違いないだろうか。くどい。同じ質問を繰り返せば、私が間違えるとでも。これは念を押した。念を押したな。いや、その証言に十分だ。これを見ていただこう。殿様、スピア。殿様、スピアはだからさ、どこで凹ませたんだっけ。このスピア、実はショーに登場していない。なんだと。すげえ、もうちょうどよく凹ませてくれたおかげで、残念なことに、今日の殿様には、ひときわおっちょこちょいで使えない熱血感が入っていた。大根切りを披露してたらしいですよ。やはりさ。こともあろうにリハーサル中に、スピアをへこませてしまったのだ。ってことは、そのリハーサルの風景を見てたわけですね。あなたは、ニコモ君、今日の殿様の決め技は何だったかな。殿様、大根切りです。ああ、そうだよね。あなた、こちらはね、念をしたわけですよ。確認をしたわけですよ。本当にそうだったかと。そのサミダレ好きをなぜあなたが知ってるのかな。そう、スピアが使えず、決め技がギリギリで差し替えられたのだ。しかし、ショーを見ていたのならば、その技名を間違えるはずがない。てか、むしろそれが出てくるはずがないわけだ。カーネージオンレッド、貴様、殿様のショーを見ていないな。殿様マニアとして、それはちょっと、いただけんな。そうか、ショーを見ていないならば、ショーの間にマニーを殺害した可能性がある。そういうことですね。ショーの間どこにいたのか聞かせてもらおうか。ふっ。ふふふ。ああ、なぜこんな余裕でいられるんだ。何がおかしい、ちょっと喋ってみなさいよ。ボロを出しなさい。荒いな。あまりにも荒い論調だ。私はショーをちゃんと見ていたよ。そう、ほとんど全てね。ほとんど全てだと。その瞬間だけ何？
あ、途中で一度席を立ったのだ。トイレに行きたくなってね。その時ちょうどその決め技のシーンを見逃したのだろう。そんなのいくらなんでも言い訳できる、そんなのいくらでも言い訳できるじゃないですか。技の名前間違えただけでは。ショーを見ていなかった。証明にはならなかった。ショーを見ていなかった。証明にはならないな、確かに。ショーを見ていなかった、証明には。あれですね、でもさ、サミダレ好きって、死に技なんでしょ？なんでそれをさ、あなたが知っていたのかってことも、有力な、あれな、証言なんじゃないですかね。トモ様のファンとしては全て見たかったのだがね。トモ様のファンだと？ショーのクライマックスに席を立つような、貴様、やからによ。トモ様ファンを名乗る資格はない。どこで激高してんだ、あなたは。誰？今のは誰？あれ？それがしでござる。あ、トモ様でしたね。やはり、どうして貴様が出てくるのだ。やはりじゃないよ、あれは。トモ様だよ。剣、ちょっと待つでござるよ。お前はこのじいさんをファンとして認めないって言うけどよ。俺はかなりのトモ様ニアだと思うぜ。トモ様ニア？トモ様ニアっすか？トモ様のマニアと言いたいのでしょうね。まあそうでしょうね。ああ、そこは黙ってられねえな。トモ様の本人としてよ。私は貴様をトモ様として認めない。なんだこの話し合いは。水瑠璃さん、何を熱くなってるんですか。どうやらトモ様本人に認めてもらいたいようだ。私はトモ様のファンなのだよ。ショーを見ていないわけがなかろう。やはりがここまで言うのは多分何かしらの理由があるので、ちょっと話を聞きましょうか。子供騙しで滑稽で最高の賞だって、これバカにしてるぞ、やはりくん。あの子完全にバカにしてるね。技名だけでは最後のシーンを見ていないことしか示せない。もっと決定的な証拠が必要なのだ。カーネージが万人殺害に関わっているという証拠が。でもよ、おじいさん、あんたすげえな。殿様から褒められるとは光栄だが、何のことだね。どうやって調べたんだよ。殿様のサミダレ好きをさ、あの技はスタッフでも一部しか知らないくらい極秘だったのに。あれ？なんで知ってるんですか、カーネージさん。相当な殿様ニアですね、極秘だと。やはり今のはどういうことだ。え、何か俺おかしなこと言ったか。殿様のサミダレ好きは極秘だったのか。まあ、極秘っていうか、名前が決まってるのがショーの直前だったってだけなんだけど。ああ、そうなんだ。直前？今日が初公開の決め技だから、舞台監督がやたら悩んでてよ。ショーの決まる5分前に、控え室のホワイトボードに書いたんだ。あ、待って、控え室のホワイトボードに書いた。そしてそこには、手押し車もありましたし、若様もいる。殿様サミダレ付きって、それでやっと決まったんだよな。まあその時にはもうスピアが壊れてたから意味なかったんだけど、トモ様がこの男だったばかりに監督には同情する。そうだね、すいません、トモ様のスピア壊れちまいましたつって、何やってんだお前はってなりますね。結局大根切りに変わっちゃったからさ、トモ様のサミダリ好きはなかったことになったんだよ。そんな極秘情報をなぜあなたは知ってるんですか。でもこの控え室に来たってことやね。要するに技の変更がバレたらまずいから内緒だって言われたしな。観光令が敷かれていたということか。トモ様のサミダレ好きは幻の技になっちゃったんだね。だからスタッフもほとんどが知らなかったと思うぜ。その口を閉じたまお前がボロを出したのが悪いんだよ。なんだよじいさん、黙って聞いていれば事件とは関係のない話ばかり。退屈で無意味で時間の無駄だ。子供騙しのショーと同じように。いや、そこは聞き逃しませんでしたね、水瑠さん。カーネージ、口を閉じるのは貴様の方だ。もうこれで終わりだな。何？貴様も気づいているだろう。この男の証言がどんなに重要な意味を持っているのか。事件の限り、やはり、そういうことなんですよ、カーネージさん。やはり甘く見ちゃいけないんですよ。何を言い出すのだ。くだらないショーの裏側などに重要な意味もなければ興味もない。あら、どんだけバカにすんの、本当に、殿様。殿様のファンに殺されるぞ。ごまかそうったってそうはいかねえ。貴様は先ほどはっきりと口にしたな。
殿様さみだれ好きと、そのとなかなかの殿様にをマニアっぷりを見せたわけだが、しかしその名前はショーの開演直前に決まったものだ。それがどうしたというのだ。あんたが知っている技はショーの中で使われることすらなかった。そういうことだよ。貴様はどうやってその技の名前を知ったのか。その方法は限られてくるぜ。カーネイジ、貴様は技の名前を、まあ見たんでしょうね。まあ見たか聞いたかだな。でも、そうか、ホワイトボードに書かれてたわけだから見たんでしょうね。貴様は技の名前を見たのだ。控室のホワイトボードでな。なぜ控室にあなたは寄ったんでしょうか。スタッフたちには観光令が敷かれていた。簡単にその名前を口に出す者はいなかっただろう。だとすれば、あとは控室のホワイトボードを見るしかないのだ。じゃあカーネイジは控室に入ったってこと？あれ不法侵入でもそれが何か重要なんですか。自分にはさっぱりです。あ、まあでもね、殿様に挨拶しに来ましたって言えば、まあ、大使なら、まあまあそういう言い訳をできるかもしれないけど、控室は他の証拠品とも大きな関連がある。ありましたね、さっき若様んと手押し車ありましたから。控室と間に殺害に関係してくる証拠品とは、あー、だからあれでしょ、手押し車でしょ。手押し車があったんでね、そこには。死体移動に使われた手押し車は、控室に置かれていた。つまり、こっからあなたは、取り出すとき、ホワイトボードをちらっと見て、殿様のサミダレ好き、変な名前って思って、それをが頭に印象に残ってたから今、ポロッと出ちゃったんでしょ。ショーの間、控室で出番を待っていた手押し車は、ショーのラストで、若様と共に舞台に上がった。で、そしてその直後、殿様と一緒に、アレバストに入っている。つまり犯人が手押し車に死体を隠すことができたの。あ、この瞬間に隠したんだな。なるほど。手押し車が控室に置かれていた時しかない。なら、犯人はショーの間に控室を訪れた人物ってことだね。あれ限られてくるね。その通りだ。ぐぎゃ。控室に訪れた人物誰だっけ。あ、もしかして、もしかしてだけどさ、事件は控室で起こっちゃったんじゃないかな。なんすと、その可能性はあるだろうな。まあそうだね。だってさ、あんまりそんな死体をさ、移動なんかできないじゃない。ちょうどそこに手押し車があったからこそ、多分、その真犯人は、その手押し車に隠すことを選んだんだろうし、その途中、控室からは人がいなくなる。個室だから中に入ってしまえば、人目にもつかねえ。それに犯人は、手押し車で死体を移動する、あ、そうか、もともと計画立ってたから、わざわざそこに呼んだのか。そう、劇場の控室こそが、マニを殺害するのに最も適した場所だと考えられる。これ明らかになってきたぞ、本当。カーネイジ、ショーの間、貴様は控室に行ったはずだ。なぜ控室に行ったのか、答えてもらおうか。相当な殿様マニアか、もしくは、ああ。行ったよ、確かに控室に入った。あ、まあ、認めるしかないからな、あそこは。やっぱりっすか。逮捕っす、逮捕っすよ。逮捕だな、これは。言い訳、また言い訳が始まるわけですね。で、待ちたまえ。なんすか。クックック、私にも説明する時間をくれないかね。言い訳の時間が始まりました。説明だと。トイレに行ったと言ったろ？あの時道で迷ってしまってね。道を聞くために、控室のドアを開けたのだ。誰もいなかったかね。ホワイトボードに書かれた技名は、その時に見たのだよ。やろう、またしても。そうやって逃げるつもりなのね。ああ、でもそう言われると、そう言われると説明ついちゃうんじゃないか、これ。ミスルキさん、どうにかならないの？足りない。まだ証拠が足りないのだ。これ、控室調べてみるか。こいつを追い詰めるには決定的な証拠が必要だ。そのためには、要捜査官、控室の捜査を行うべきではないだろうか。あ、そうだね。何か新しい物証が出る可能性がある。そうっす。水力検事が調べれば、新たな事実がきっと見つかるっす。そうだよ。娘ちゃんを使って再現すれば何かわかるかも。なんかそこまで押されると、できないのかもしれんな、もう。その必要はねえぞ。何を、ウルフどういうつもりなの、ウルフ意地悪で言ってるんじゃね。ただよ、もうすでに終わっているのさ。俺の部下たちは優秀だから。あ、もう調べ終わってると。何かの痕跡がなかったの。まあ、あれば言ってるよな、でも。姉さん答えは一つだ。何も出なかったぞ。
それだけだよ。もう一回調べた方がいいんじゃないかな。そうでしょうね。何かあれば報告が上がっているはずだわ。ふふふふ。何も出なかったということは、何もなかったということだろう。水井ちゃんに入力する情報もないんじゃ、どうしようもないよ。これはちょっと、詰んでるね。ここまでなのか。治外法権に守られていない劇場で殺害が行われたこと、そしてカーネイ自身が犯行を行ったということ。この二つを証明しない限りカーネイジを止められない。私たちにはこの男を追い詰められないのか。もう殿様に期待することはできないのかな。やはりがまた何か爆弾をぶつけてくれないから。どうやら君たちのカードは尽きたようだな。ちょっと待って、なんか、殿様と姫様のあの若様の持ち方。宇宙人でしょ、完全に。宇宙人の持ち方。それでは、私はそろそろ失礼しよう。君たちのせいで飛行機に乗り遅れてしまった。新しい便を抑えなければ。次は誰だよ、もう。次は誰だよ。今度は誰？お、姫様ことおばちゃん。次はおばちゃんか？待つんだよ。でもおばちゃんなんて別にそんなに言うて関わってないんじゃ。今度はあなたか。みっちゃんなんだい、葬式みたいな顔しちゃってさ。新臭いったらないよ。まあでもうちの二大巨頭ですからね。爆弾男と爆弾おばちゃん。大体さっきからなんだい、おばちゃんのわからない話ばっかり。おばちゃん寂しくって危うくふさぎ込んじまうところだったよ。なぜ出てきたのか。なぜ待ったと大きく声を張り上げたのか。でもさ、みっちゃん元気出しなよ。おばちゃんがいいものあげるからさ、これが多分最後の証拠品でしょう。いいものとは。スペシャルすぎて、腰抜かすんじゃないよ。これ皆さんちょっと、腰抜かさないようにこのスペシャルな証拠品。おばちゃんからみっちゃんへの愛のプレゼントはこれさ。え？殿様饅頭じゃないこれ。この顔。これ、殿様饅頭っすよね。そうだよ。みっちゃん、これを食べて、元気を出してよ。殿様饅頭じゃねえか。このみこちゃんの顔、真剣だからみんな。今ふざけてられないんですよ。おばちゃん、さすがにこの空気。あ、カーネージだけだ、元気になったの。そろそろ帰ってもいいみたいな。いやでもほら、みんなで殿様饅頭でも食べながらもっとさ、深い話でもしようよ。みんなよして、急に黙っちゃって。なんなのさ。みっちゃん、おばちゃんの愛の深さ、分かってちょうだいよ。おばちゃんだって適当に饅頭出したわけじゃないよ。お腹いっぱい。早い、いつも以上の速さ。水木さん、なんとかしてください。私に彼女を止めることはできない。やはり、任せた。危ねえ。危ねえよ。悔しいったらないよ。みんなでおばちゃんをバカにしてさ。この殿様饅頭だってそうだよ。他のと違って日の丸がついた特別性なのかと思いきや。日の丸？日の丸？日の丸なんてついてたっけ？あ、なるほど。なんていうの、扇みたいなところにさ、真ん中に丸いのがあるんだけど、そこが、なんか赤くなってますね。特別性かい？特別性ですかい？食べたら普通の味じゃないかい？もうおばちゃんがっかりだったよ。日の丸のついた、殿様饅頭だと、これまさか結婚なんじゃないだろうか。そんな都合いいことある？そんな。そんなものは聞いたことがない。あ、これが控室に置かれていたのならば、確かに扇の日の丸が赤くなっているが、まさかこれを。ショーの後、殿様饅頭は控室に置かれてて、あ、そういうことか。しかし、日の丸のついた殿様饅頭など存在はしない。ですよね。かといっておばちゃんが言ってたように、特別性というわけでもない。存在しないものが存在している。この大きな矛盾、私たちの行くべき道を指し示す光になるかもしれない。あ、やっぱり、おばちゃんとやはりは、でかい存在だったな。なんかあれだぜ、撮影所の偉い人から頼まれてさ、大使館の人たちに渡して、よろしく言ってくれって。わざわざ、手押し車に入れて饅頭を運んでいたわけよ。はい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 。なるほどね。お分かりいただけただろうか。貴様は劇場で万人を殺害し、手押し車の中に入れた。
この結婚がさ、要するに、マニーさん殺害時に飛び散った結婚だったんじゃないかと。何も知らない殿様に死体を運ばせたのだ。ロジックのつながりを追うのだ。例えばそれがどんなにか細いつながりに見えたとしても、その先には必ず真実に至る道が見えてくる。あ、ここでロジックか。手押し車の死体と殿様饅頭。犯人は控室でマニーの死体を手押し車に乗せた。手押し車には殿様饅頭の箱が乗せられていた。まずはここかな。ここでしょうかね。犯人は死体を手押し車に乗せた。そのために、あ、そうです。殿様饅頭出さなきゃいけないよね。そうですね。手押し車からまず殿様饅頭全部取り出して、で、空いたところに死体を入れたわけだから。殿様饅頭を取り出さなければならない。そうですね。控室に積まれていたという殿様饅頭の箱。犯人の手によって手押し車から、下ろされたのではないか？そうだね。ひょっとしたら指紋とかもついてるんじゃないでしょうか。ひょっとしたらね、その時に血痕がついたのではないかという話ですね。おばちゃんやってくれましたよ。存在しないはずの日の丸がついた殿様饅頭。もしもこの日の丸が赤く染められたのが犯人が手押し車から饅頭を下ろした時であれば、控室でマニー殺害が行われた時だということだ。ならば、この赤色の正体もおのずと見えてくる。大場かおるさん。おばちゃんではないですね。大場かおるさん。あなたに感謝する。あなたの差し入れは本当にスペシャルなものだったようだ。やはりな。みっちゃん。私はね、信じて疑いませんでしたよ、おばちゃん。ミスルイケンジ、どうしちゃったっすか。カーネージ、やはり貴様は控室でマニーを殺した。いやー、あなたも不運ですね。この二人に関わってしまったがゆえに。君はいつまでその話を繰り返すつもりだね。この殿様と姫様のおかげですよ、本当に。無意味で無価値で無力なのだと。証拠だ。話を続けたければ決定的な証拠を持ってくることだな。今、この目の前にあるんですよ。その余裕、その自信。貴様は全ての痕跡を消し去ったつもりだったのだろう。しかしここに残されていたのだ。貴様を追い詰める証拠品が。なんだと。面白い。ケンジさんよ。どうやらあんたは見つけたようだな。この男の首に食らいつくための牙を。教えてくれよ。その饅頭のどこが証拠になるっていうんだ。カーネージを追い詰める痕跡。それはこの部分だ。このね、謎の日の丸の部分でしょうね。日の丸付きの殿様饅頭。そんなものは存在しない。よく見てほしい。この赤色、これは血痕なのだよ。ちょうどいいところに血痕したね。何？血痕だと。これはちょっと顔色が変わったんじゃないでしょうか。これ老捜査官、この血痕を鑑識に調べさせてほしい。驚いたな。こんなところから血痕を見つけ出すなんてよ。おい、こいつを鑑識に回しな。これででもあれだね、結論出るんじゃないですか。でもどうしてあんなところに血痕が。犯行の流れを追えばその理由を見えてくる。だから、マニーさんを殺害するじゃないですか。で、殺害して、で、その後に、俺、手押し車に隠そうって思った時に、まず殿様饅頭を出す。で、殿様饅頭を出して、で、マニーさんを抱えながら手押し車に入れたわけじゃないですか。その抱えた時に、偶然一滴ね、血痕が落ちたと。やはり貴様は饅頭を手押し車で運んでいたと言ってたな。ああ、そうだぜ。よく覚えてるな、みつるき。あの手押し車、俺の息子を入れるにはちょっと大きいだろう。息子の頭をちゃんと見せるには、上げ底しなくちゃいけなくて。あ、そのため？ちょうどいいから、まんじゅうの箱を積んでたんだよ。そのまんじゅうが、控え室の床に、出されていた。なぜか。そうか。犯人が死体を手押し車に入れるときに出したということか。そう、おそらくは、その時付着したのだ。被害者の血痕がな。俺たちが控室を操作したときは、まんじゅうなんかなかった。すでに大使館員に配られてしまったのだろうぜ。それも証拠を消すためだったと考えられるな。そうか、なるほど。でも、これはその前に大場さんが盗んでいたから助かったってことか。なるほどね。ちょろまかしていたということで。大場さん、大泥棒も顔負けの活躍だね。
盗むとなんて人聞きが悪いね。ちょっともらっただけだよ。それで許される。おばちゃん、おばちゃんのね、おばちゃんだからこそ許される。カーネージ、これは致命的な見落としだったな。ふっふ、あれまだ余裕だな。盛り上がってるところ申し訳ないのだがね。なんだこの余裕は。その結婚がマニーのものだったら、なんなのだね。へっへん。水月さん、あの人負け惜しみってるよ。現場に残された唯一の物証だ。そこから新たな事実が見えてくるだろう。え、なんでこの人は。少なくとも控え室で犯行が行われたことが証明されるでしょ。それで、それに何の意味があるのかね。ああ、そことカーネージさんをつなぐ証拠はないだろうと。カーネージさんは確かに控え室に入って、ホワイトボードは見たが、まあその時と入れ違いで、マニーさんはそこで殺されたんだろうなぁと。え？こんな言い逃れある？失礼します。おお、鑑定の結果はどうだった？はい、これは確かに結婚でした。やはりな。カーネージ、これで。ミズルイケンジ、質問に答えてもらえるだろうか。質問？先ほどの質問だよ。それがマニーの結婚だったところで、そのことに何の意味があるのか。さっきから言ってるだろ、犯行現場が控え室であることが。それが私が犯人だという証拠になるとでも。そうか。それはでもさ、もうほとんどそうと言えるでしょ、ほとんどそうだって。確かにその通りだ。この証拠は彼が犯人であることを示しはしない。控え室が犯行現場だったってことを示すものではあるが、まあ、そこでね、マニーさんを殺したのがカーネージさんっていう証拠にはならないと。そんながっかりっす。そうか、まだちょっと決め手にかけるのか。何よ、あの得意げな顔。なんとかならないの、三月さん。ここから突破口が。見つからない。ダメだ。何も思いつかん。え、ここまで来て逃げられるとかもちょっと笑いが止まらないようで。それでは帰らせていただこう。もう、止めすぎじゃない？